都会ヤングサンデー、地獄から舞い戻ってきました。いや8段目の後編の、いやもう9段目でいいじゃないもん。9段目じゃあもう9段目でしましょう。9段目、9段目で、ドーキングヘッド、はい、いやもうドーキングヘッドですね。うん、これは見てません。僕も見てません、今回は。見てるのはこの2人だけ、うん、だけど覚えているかい。は？マクロス？覚えていますか？なんか、たとき画面が、画面止めが覚えているか？覚えていないかもしれない。なかなかないぞ、そんな映画。僕も新しかったね。新しい体験ができる映画です。マジで、はい、これでもう、あの、ふるいにかけられたね。そう、推しに乗れるか乗れないか、そう、これで真の推し、君は真の推しですとかいっていうのがね、うん、これでわかる。君は真のデュエリストかい。マジかよ。え、だってポスター、これポスターでしょ。これポスター、うん、めっちゃかっこいいじゃん、ポスター、ね、かっこいいよね、うん、でもこれも、残念ながら詐欺でございます。またかよ。だってこの絵なんてあれじゃん、エヴァ、あ、綾波じゃん、途中、うん、あの、新劇場版だけの。そして マクロスじゃん。マクロス、そうそう、マクロスじゃん。詐欺と言ったらちょっとあれかもしれないけど、なんかマクロスの多分スタッフはなんか作ったらしいみたいな。ああ、なるほど。まあ、これは1992年、うん、あのケロベロス、うん、マクロス2じゃん、うん、本当だ、そうだ、うん、で、地獄の番系の翌年に作られて、うん、まあ、パトレーバー劇場1のね、うん、前年に作られてね、うん、え、おしいさんめっちゃ仕事してんだこの辺。そう、おしいさんめっちゃ売れっ子ですよ、うん、でもこれ売れっ子、売れっ子とは、売れっ子とは、でも劇場版を作る代わりにこれを作っていいみたいなのもなんかウィキペディアにあったね、へえ、うん、これ制作がバンダイなんだよね、うん、ああ、なるほどね、うん、でケロベロスサーガもあのバンダイとあれフジテレビなんだよね、うん、だからもうバンダイがおしいさんが大好きすぎてね、うん、他に出してくれるんだよね、うんうん、だからバンチャンにあるのか。うん、いや、謎が解けた。なるほどね、うん、じゃああれも出してほしかった。あのね、先週やったやつだっけ。なんかあれバンチャンになかったやつだったよね。ご先祖さんはバンバンザイはないんだね、うん、あれはないね。あれはだってスタジオピエロだから。あ、うん、そうか、スタジオピエロの何回に出してるわけじゃないか。ということで、はい、トーキングヘッド、トーキングヘッド、はい、うん、まあ内容はですね、うん、まあ、アニメを作るよっていう話です、うん、だから白箱ですね、うん、おー、白箱です、うん、瞑想アニメじゃん。そう、白箱を押井さんがやってるんだよね、うんうん、押井さんがやる白箱めっちゃ面白そうだな。面白いんですか、ね、面白いよ、うん、非常に面白い、ね、え、でも記憶に残らないでしょ。っていうので、うん、まあ最初にこのシーンがいきなりアニメだよね、うん、アニメが始まって、うん、このアニメが15秒ぐらい流れます。うん、でこれ試写会なんだよね。うん、試写会があって、うん、で、実写になります、うん。で、それ以降にこねっていうのは出てこない。うん、一切出てこない、はい。だから15秒だけこれが出てくる。うん、この完成度ものがね、うん。詐欺ですよ、うん。これは詐欺ですね。うん、詐欺ってますな、うん。っていうのがありまして、まあ、主人公はですね、私っていうんですけど、うん、まあ要するに千葉茂ですね。出たもうね、はい、サングラスをかけた千葉茂です。またかよ。またかよ。主人公です、ね、千葉さん断った方がいいぞこの仕事。で千葉茂ですね、渡りの演出家として出てくるんですよ、うん、渡りの、渡りの演出家ですね。ああ、あれか、あのコンテ千本切りの富野みたいな感じになってるってこと。もうひたすら、うん、その破綻寸前のアニメ、うん、でも監督がもう失踪するようなアニメ、うん、もう失踪しちゃったんだね。そう、失踪するようなアニメに、うん、その私って今、うん、千葉茂が加わると、うん、そうするとあたかもその監督が作ったような映像のアニメが、うん、なんと作れちゃうよっていう、ね、ああ、なるほど。あ、その失踪した監督の、うん、そう、元作のプロみたいな感じです、ね、ああ、なるほど、うん、でそういう、それは面白いね、救世主が、うん、千葉茂なんだよ、うん、設定めっちゃ面白そうだね、うん、設定面白いね、うん、でも設定は面白い、面白い。どういうことだ。ネバーエンディングストーリーみたいな。今まではね、めちゃくちゃ面白い、そう、設定面白い、材料と下準備は万全だ、万全、さあどう料理してくれるでしょう。そう、うん、どう料理するのか、うん、
壊しちゃったもしかして。でこっから始まるのが、うん、赤いメガネですね。はぁ、あ、赤いメガネで高一が、うん、セット自分がセットにいるって気づいた、うん、はいはいはい、っていうところから始まるって感じです、うんうん、でその世界が続く、うん、永遠に続く、うん、っていうのがこれですね、うんはい、っていうのでまあそういう感じなんですよ。そういう感じなんですよ。分かんないよ今のやつだけじゃ。どういうことだよ。あのねこの映画っていうのは、うん、演出もそうなんだけど、うん、メインがセリフなんだよね、うん、あひたすら映画論なの、うん、つまりこの映画っていうのは、うん、おしいさんがひたすらに、うん、その映画とは何かっていうのを語ってるんだよね、うん、そう授業じゃん。じゃあ、うん、そう今ワンチャンブログでいいぐらいの感じの、うん、それでしかない、うん、それでしかない、うん、それ以上でも以下でもない、うん、だから真のおしいすとは、うん、ここに載っているおしいの映画論っていうのを、うんうん多分すべて覚えてる。もうん、おで乗れない人はもう記憶から消し去られる。おだからふるいにかけられるんだよ。うん、そうそう。その目荒くない？そのふるい目荒くない？大丈夫？うん、それが真のオシースとかどうか。ザルとかじゃない。ザルじゃないよねもうね。金網で。金網みたいな。フェンスじゃん。ただのフェンス振ってるんです。ほとんどの人が振り落とされるんだけど。どんだけ岩でかいんだよ。一部の熱狂的ファンは、うん、ここで語られる推しの映画哲学、うん、映画哲学をもう全て覚えてるぐらいなので、うん、もうこれで見方が変わりましたと、うん、もう小さなさすがですと、うん、信者は言うわけですね、うん、そうしない人は記憶からなくなると、うんただそれだけの映画です。どういう映画？だからこれ解説難しいんだよね。うん、だってもうこれだけだもん。映画とは何か。入試の試験ですか？終わったら忘れる。終わったら忘れる。俺何書いてあったの？みたいな感じじゃん。あの面接で聞かれて困るやつだよね。よく君はこれってこう書いてましたけどどういう気持ちなんですか？え、あ、俺そのこと書いてあったみたいな。なるほど。まあ一応ストーリーを追っていきますと、うん、でまあ渡りの演出家のですね、うん、千葉茂がですね、うん、まあ試写会を出るんですね、うん、まあ試写会を出るとそこにあるプロデューサーがいると、うん、800馬力っていう有限会社の、うん、あのアニメ制作会社がありまして、うんまあ、そこのプロデューサーに会うんです、ねうんまあ、社長みたいな感じですよ、うん、であの車に乗るんですけど、うん、その車の演出もね、うんただ街は走らないんだよね。車は止まった車に入って話をすると、うんうん、つまりこのトーキングヘッドっていうのはもう演劇方式進むんだよね。ああなるほど、うん、演劇方式というか、うん、もう演劇、うん、演劇演劇として見せれる、うん、ああなるほど、うん、演劇してるとこ映してるみたいな。そう、あじゃあね記録映像的な感じ演劇の、うんあ、そうではないんだそんな部分もあるしね、みたいな。何？俺のライブラリーの中に推しいないのもしかして。全部違うんだけど、さっきから。いないかもしれない。ああ、マジか。うん、非常に前衛なんだよ。前衛ですね。何と説明したらいいのかな？何て説明したらいいかね。逆に教えてもらいたいぐらい。まさしく未体験の映像体験。そう、そう未体験。本当だね。これこそこれこそ体験これこそ体験全然がないそうすごいね。ああなるほど、ちょっと面白い、ちょっと興味湧いてきてで渡りの演出家が800馬力に行きますと、うん、で800馬力に行ってそのスタジオの中に入ると、うん、そのスタジオの中が舞台になってるんだよね、うん、舞台になってるっていうのは文字通りの舞台、うん、舞台があって、うんうん、観客席もあるんでちゃんと、うん、でそこにその一本のあるとあの花道がある、うん、歌舞伎みたいな花道がある、うんうん、そこをゆっくりと、うん、千葉茂と、うん、あと半田川ってやつがいるんだけど半田原ってやつがいるんだけど、うん、その制作担当、うん、その二人がのっそのっそと歩いていく、のっそのっそ本当に歌舞伎のような入り方で入っていく、うんでその舞台上にはその制作スタッフたちがいるんだよね、うん、
でこいつら本当にこいつは本当に逃げねえのかみたいな、うん、品定めをするような、うん、癖が一癖も二癖もあるようなスタッフたちがいるんだよ、うん、でそこに舞台上に上がっていくと、うん、だからこの映画作りというかアニメ作りというのが一つのもう舞台であるというかね、うん、喜劇であるというか、うんうん、それ自体にドラマがあるよっていうこと、うんうん、それ自体が、まあ、ドラマというかね、まあ、そんドラマって感じじゃねえな、ね、うん、なんともね、なんともなんとも言えないんだよね、うん、俺のライブラリーの中にないんだよ、俺のライブラリーの中にない、うん、なるほど、誰にもないんじゃないかな、うん、今ようやくできた、うん、新ジャンル、新ジャンル、夢、え、麦とホップみたいな第3の第3のビールみたいな感じで、いつものごとくですね、うん、あのテレビのブラウン管があるんだよね、花道のサイドに、うん、そのブラウン管の中から、うん、兵藤真帆が見ている、そうなんですよね、はい、あの赤い眼鏡、赤い眼鏡、赤い眼鏡、あの天使の卵からずっと一緒にいる、うん、兵藤真帆が見ていると、うんうん、それ実写で見てるってことだよね、実写アニメ制作スタジオね、そう、うん、実写、なるほど、うん、まあ、ちなみに兵藤真帆の役名はお客さんです、うんうん、なるほど、で、まあ、こっからその話をかん、あの進めないといけないからっていうところで、うん、いろんなスタッフに話を聞いていくんだよね、うん、でまず最初に会うのが、まあ、脚本家であると、うん、脚本家の伊藤さんっていう脚本家にね出会うんですよ、おお、はい、なんかすごいメタだよ、うん、ちょっと待ち、はい、ちょっと待ち、順番がありましたね、はい、あ、順番があるんですよ、うん、あら脚本とは何かっていうのが、うん、まあどっか行っちゃいました、え、マジか、あ、重なってる、重なってるんじゃないですか、あー、なるほど、トリッキーでしたね脚本とは何か、うん、っていうところでお尻さんの持論がぶちまけられると、そうなんですね、その脚本とはつまりそのストーリーを、架空のストーリーがあって、うん、その架空のストーリーをいかに客に信じ込ませるかなんだと、うん、っていうところで、まあ、伊藤さんがですね演出をするんですけど、うん、いきなりこう脱ぎ出しまして、うん、でフェスのところにですね、うん、蓋みたいなのがあるんです、うん、でその蓋をバッて取り出すと、うん、ソーセージがボロって出るんです、つまり内臓が出るんです、ソーセージ、つまり腹綿をぶちまけると、うん、つまり自分を出すような演出って言いますね、うん、でここで言ってるのが、失踪した監督は、うん、その私が自分をのこういう風に腹綿を出すような演出をすると、うん、非常に嫌ったんですと、うん、その物語もないのに腹股をぶちまけるっていうのは、うん、まあ、非常に滑稽じゃないですかって言うんでね、うん、で千葉茂も言うんだよね、うん、まあそれはその通りだと、うん、その観客に物語を見せる以上、その自分の腹股っていうのは一番最後に持っているものであって、うん、一番最初に見せるものは、うん、その物語であって、うん、まあ、正当性のある、うん、そのものであると、つまりエンタメとはそういうものだっていうふうに、うん、言うわけだけど、いや、お前が言うなって思う、あー、なるほど、いや、お前が言うなっつって、うん、ツッコミが入る、全くその通り、うん、だってでも、おしりさんはそれを言ってるんだよ、ね、うん、腹股をぶちまけるなと、うん、お前が言うのかって、うん、一番ぶちまけてるお前が言うっていうような、お前のソーセージの味するとこないっていうような演出が入っていくんだよね、うん、っていうところで、そのね、いろんなところに行くんだけど、うん、で、脚本に始まり、まあ、いろんなで、リアリティの重要性を解き、うん、で、色彩に会い、うん、あ、色彩設計、色彩設計、うん、で、色彩の、まあ、双子がいるんだけど、うん、まあ、癖のある双子がいてね、うん、その双子が語るんだよね、その、かつての白黒の映画だったと、うん、それにカラーがついたっていうことの意味であるとか、うんうん、つまりその白黒であった頃のそのリアリティっていうものがあると、はい、で
カラーがついた時のリアリティっていうものがあると、うんうん、であとそこからウォルト・ディズニーの話になったりとか、うん、ひたすらですねその映画の歴史を語るんですよね、うん、でそれによっての色彩の働きっていうものを見せるわけですね。その色彩ができることによってよりリアリティが増したっていうことも言えるけど、逆にそのカラーになったことで失われたものがあるみたいな、失われたものがあるよって、ね、そう、かつての陶器の時にはあったんだけど、うんうん、カラーがついてなくなったと。陶器、陶器っていうか、その白黒の昔の無音の映画陶器一番最初の映画あれ、ああ、そうかそうか、陶器、陶器で蓄音機じゃなかった、陶器って言ってたよね。陶器はあれかな、うん、あの無音映画に演奏をつけたりとかもする、うん、ああ、そうかそうかそうか、まあ、かつての白黒、うん、まあ、白黒映画ではね、白黒からまあカラーに移行したと、うん、フィルムが、うん、でもフィルムが変わっても、まあ、予算の都合とかあえて白黒のままやった人とかもいるわけで、うん、そこにはカラーには出せないものが白黒に出せると思ったからやったわけだよね、うんうん、っていうところでの推し論をぶちまけるんだよ、うんうん、でも俺はここで何を喋ったかっていうのをいまいち覚えてない。そうだね、そう、俺は真の推し人ではないんだよね、うん、あなたがってことね。あ、なるほどね。あっていうことがね、ちょっと、うん、あの、私ね、ちょっと真のおしい人になれなかった。申し訳ない。振り落とされた。またこの双子の二人がさ、うん、こんな、なんか、変な、なんか、ねえってやねえみたいな、なんか、こんな喋り方なんだね、うん。全然入ってこない。セリフが。入ってこないね。だからね、解説が難しいのよ、うん。で、フィルムとは何かっていうね。うん、つまり、まあ、フィルムの話をしてるんだけど、うん、まあ、ここから俺のちょっと持論も入るんだけど、うん、その押井さんがどういうふうにフィルムを捉えているのかなっていう、ね、うん、実写を捉えているのかなっていうふうに考えたときに、その過去と未来っていうものがあって、うん、そして今があると。でフィルムはどこに属しているんだろうって思うんだよね、うん、フィルムに映っている映像っていうのはその時の今を映した映像だよね、うん、それが連なって映像になっている。じゃあそのフィルムに映っているそのものっていうのは過去なのかなっていう、うん、そのフィルムに映っているその絵っていうのは、うん、その時の今を映しているわけで、うん、それは過去なのかみたいな、うん、まあまあ1秒先に行っちゃったら後だからね、過去だからね。でもその絵自体が、うん、その絵自体が過去なのかっていうことで、1枚の、うん、ああ、はいはいはい、なるほどね、うん、っていうことを考えたときに、うん、推しさんからなんでここまでハマるんだろうって思ったわけ、うん、映画に。映画っていうのは、うん、今の連続ではないかっていう、うん、その瞬間の連続であって、うん、映画の中に過去はないのではないか、うん、まあ今を閉じ込めてるっていう、そう、今を閉じ込めている、うん、っていうところで推しさんがハマったのかなっていう、うん、まあ、これは私の推測ですけど、うん、ちょっと大丈夫かなこれ、はい、リテラシー上がりすぎてないちょっと難しくない、うん、いやこれは、まあ、私の、まあ、持論なんで、ああ、まあまあまあ、はい、おじいさんが何て言ってたかっていうのは、うん、ちょっと私は忘れてしまったなんでだねちょっと待って、どういう映画なのこれいや忘れる、いや一回見てみてください、うん、ちょっと見てみる、うん、あの見て、うん、ちょっと一日後にその映画のことを思い出してみて、うん、思い出せるのか考えてみて、あの思い出せないのは俺が悪いかなと思ったら、うんうん、宮田さんもそうだったんだ、うん、俺も思い出せない、ね、うん、よかった、なんか俺向き合えてないのかなと思ったけど、推しに、うんうん、ちょっとなかなかね、うん、レベル高いよね、うん、リテラシーっていうんじゃないんだよね、うん、なんかレベルが高いんだよね、うん、押し入れるというか高い、まあ確かに今これ考えるのに額はあんま必要じゃないね、確かに、ね、なるほど。じゃあフィルムとは何かってやった後は、フィルムとは何かってやった後は、うん、っていうところで、うん、まあストーリーに入りますけど、うん、まあ殺人事件が起きるんだよね、うん、なんで一人ずつね、うん、スタッフが死んでいくんだよ、うん、伊藤さんが最初にバラバラになり、さっきあった色彩の人もね、うん、バラバラになる、そのこんぐらいのそのインクがあるんで、うん、こんぐらいのインクの中に入って死んでた、うん、ちっちゃ
そうだからこの中にね、うん、犬神家みたいな感じでピュッと足を2本出してね、うん、死んでた。ほう、うん、それをみんなで見てる。そう、それをみんなで見てる。そういう設定。おなるほど、うん、なるほどね、あなるほどとしかもう言いようがないけど、うんうん、で、まあ、次に会うのが、まあ、作家ですね、うん、作家監督、作家監督に会うと。で、作家もですね、じゃ死んでたんですよね、うん、キノコが生えてたんですよ、うん、自宅に行ったら、うん、で、まあ、ある一本のテープを残していたんですね、うん、で、そこで語っていたそのキャラクターとは何かっていう、うん、つまりキャラクターとはその虚像であると、うん、で、虚像であって、その声を入れて、うん、その命を入れると、うん、つまりキャラクターの中にあるそのペルソナは何だっていうね、うん、実写だったら嫌をなくその役者っていうペルソナが入るんです、はいはい、うんうん、じゃあキャラクターの中に入るペルソナって何ですかっていう話。声優ではないよねって話で、ね、声優であって、うん、その演出であって、うん、まあ、結局、まあ、観客であってみたいな、うん、ところの話をするんですけど、うんうん、まあ、私もちょっとね、ちょっとここも覚えてないところなんです、うんうんうん、はい、すいませんねいや、別にいいんですけど、うん、はい、いや、大丈夫ですよ、はい、うんうん、非常には、うん、俺たち取り返しのつかないとこ来てもらいました今、うん、なんかそう、これはね、解説になってないね言っちゃったよ、ね、人の夢日記を見てる気分、うん、そう、本当にそう、そうそう、でもこんな感じの雰囲気なの、映画自体のなんか、はぁ、夢ですか、うん、夢とか、これは夢ですか、うん、すごいね、なるほどね、うん、はい、で、まあ音響だ何か、うん、まあ音だね、うん、音、でもおしりさん音つこだわるじゃんよく、うんうん、で、まあ音響が重要だっていうことは言ってる、うん、言ってるよ、その音響一つでもってそのキャラクターを殺すことができるんだよね、うん、その生かすことも殺すこともできる、うん、っていうところで、まあ、無音から陶器になった、まあ、陶器だね、うん、で無音から、まあ、陶器になった時の変化っていうのが、うんうん、その身振り手振りをしなくても観客に伝わるようになったっていうところでの、うん、その幅の大きさと重要性っていうのを、うん、まあ、解いてますね。あのこの時はルフィが解いてますね。ルフィ田中真由美、田中真由美、おー、おー、なるほど、が言ってますよと。この時はまだパズーかな、うん、あーね、うん、ワンピースイズンですね。パズーとあとクリリンだね、うん、この時は、はい、うん、で、まあちょっと編集の話とかにもなりましてね、うん、いきますよと、うん、どんどんいきますよと、うんうん、で、次に、でもここら辺でね、まあちょっとおしいさん の、 その弟子みたいなのが来るんだよね、うん、女性なんだけど、うん、おしいさんの右腕みたいな人が来て、うん、まあ、一緒に手伝うっていう、ね、うん、まあ、のも入りますよと、うん、まあ、癖になるんだけど、一応、うん、っていうのもありまして、こう出てくる、いい仕事とは何か、仕事論が出てくるわけです、ね、そのいい仕事とはっていうのはね、うん、その安定して 安定の、そのつまり所属してはいけないって言ってるわけで、おじいさんはこの時に、うん、その常に、常にそのフリーランスとして、うん、その緊張感を持ってやろうみたいなことを言ってね、うん、あと自分がもう一人いるような状況、つまり主観的な自分と客観的な自分っていうのが必要であったりとか、うん、そういう仕事論を、まあ、解いていますよと、うん、いうのがありましたよと。めっちゃまっとうやん、はい、っていうのがありました、うん、めちゃめちゃ正論じゃん、どうしたの、おしりさん急に、真面目ですからね、おしりさん、真面目ですね、おしりさん、はい、うん、で、ここからアニメーターの顔のないアニメーターたちっていうのも出ますね、また、はい、はい、あの白塗りみたいな、白塗りです、うん、白塗りのアニメーターたち、うん、そして画廊のせいでですね、うん、あの制作担当の小田原さんかな、うん、小田原さんは死んでしまいます、
殺されるわけでもない、はい、持病がすごいあるんだよね、小田原さんっていうのは、はい、あの心臓とか腎臓とかね、うん、胃とかね、うん、のところに持病があって、うん、で過労で死んでしまう、うん、だけど小田原さんっていうのは、うん、社畜の鏡なんだよね、だからゾンビとして蘇ります小田原さんはね、うん、ゾンビとして蘇って小田原さんは仕事を続けます、うん、それがアニメ制作ですね。そうだ、白箱なんですよこれはね。あの亀止めの話してるしてないよね、うん、いや今白箱の話をしてるんですよ、これ白箱なんだ。うん、まあ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 、まあ、じゃあゾンビになって働き続けると、うん、そうしろ、まあ、あんまりね、まあそういうそういう感じですね。ああまあそういう感じですね、うん、で最終的な、まあ、ちょっとオチまで話しちゃいました。うん、まああれ解説があれなんで申し訳ないんですけど、ね、うん、あのね前任者はね、うん、千葉茂だったんですよね、うん、なんとなんと、うん、誰も予想がつかなかった。これは予想がつかんだ。なんか関係者人間なんだ。なんか実力みたいに語ってますけど。本当にあれすな、みたいな。どういうことなんだよ。あの髪を切った千葉茂。そう。うん、実は千葉。ポニーテールじゃない方の千葉茂ね。ポニーテールって何まず。千葉茂のポニーテールって何？その千葉茂と、うん、その。渡り演出家の千葉茂と、うん、その右手の女性が話してるんだよね。うん、で女性が気づくんだよね。うん、前任者は、うん、いなくなったりなんかしていない、ない、うん。実はこのスタジオの中にいるんだっていうところで、うん、でもその監督室の壁がバーってドアが開きまして、うん、入ってくるのが人形の千葉茂が入ってくるんですよ、ね。人形の千葉茂？そう、人形の。アニマトロニクス千葉茂なの？そう。そう。もう、千葉茂なんだけど、千葉茂本人ではないんだよ。うん、人形の千葉茂が、うん、なんかね、台車みたいなのを引っ張りながら、うん、ガタ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 って。ガタ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 って入ってきて、エンドロールって。そう終わりなんです。それで終わりに、うん、いや、いや、え、違うの、実はこの映画っていうのはエンドロールが2回あるんですね。なるほど。亀止めじゃねえか。亀止めじゃねえか。亀止めじゃねえかっていうか、亀止めがトーキングエイトじゃねえかなんだけど。エンドロールが終わりじゃない、終わりじゃないと、うん、で実はですね、うん、映画は完成したんです。うん、してた、うん、トーキングヘッドは完成していたんです、うん、でトーキングヘッドの試写会が終わりました、うん、でみんなが出てくる、スタッフが出てくるんだけど、うん、死んだはずのスタッフたちが出てくるんだよ、うん、みんな、うん、出てきて最後にその千葉茂の助手だった、うん、その女性が出てくる、うん、でどうやら女性がその最後までケツを持って映画を撮っていたらしいんだよ、ね、うん、あ、なるほど、うん、で千葉茂はどうなっていたのかっていうと、うん、ちょっとね、精神崩壊していたんで、うん、つまり渡りの演出家っていうのは、うん、あの千葉茂が作り出した二次人格なんで、うん、なるほど、うん、理想の自分みたいな感じ。理想ではないあれはね。じゃあなんで作ったんだよ。現実からの逃避、うん、もう第三の人格だよね、うん、イマジナリーフレンド的な。そう、もうイマジナリー、もう、うん、俺自分の第三の人格を作って、うん、第三の俺が、うん、映画を作らずに、うん、映画を放棄したままで、うん、ひたすら映画を語るんだよね、うんうんうん、あ、意味が分かんないんですけど。俺も分かってない、うんうん、そういう映画なんですよね。謎映画。謎です。そしてまあプロデューサーにね、その女性が褒められると、うん、で、うまくやってくれたねと、うん、よかったよと、うん、褒められるんだけど、で、トーキングヘッドは存在をしていると、うん、でもそこで助手の女性がある疑問を描くわけだよ、うん、その推しは、バタリの演出家としてその、第二の推しを作った、うん、
じゃあそのお尻の右上だとして作り出した女子である自分は実在しているのかい？また出た。はい。いうところで、うん。でも彼女はおそらく実在はしているんです。うん、でも今度は彼女が精神崩壊を起こそうとしている。うん、そして場面がバッて変わります、うん。で、女性がいて、女性は舞台に立っているんです。うん、演劇のあの劇場の前に立っています。で、客席が前にあります、うん。で、真ん中にブラウン管のテレビがありまして、その中に兵藤真子が見ているんです。うんうん、で兵藤真子が見ている、うん、ただ見ている、うん、そしてそれが砂嵐になりまして、うん、そしてエンドロールです、うん、はい、めでたしめでたしめでたしなのこれ、うん、めでたしと、うん、終わりましたよ、はい、俺たちにとってめでたしようやく終わったとこっちのめでたしやっと終わった俺たちがめでたしだと、うん、まあつまり常に観客まあ、お客さんなわけですね、うん、兵藤真子っていうのは、うん、まあ、お客さんであり、まあ、観客であり、うん、まあ、プロデューサーであり、うん、まあ、そういうのは常に、まあ、見ていると、うん、見ているという中で、まあ、要するに何が言いたかったのかっていう、まあ、まとめますと、前も言ったんですけど、前も言った、はい、前もパート2の劇場2で言ったんですけど、その映画っていうのはそのいかにその映画の中に現実を作って、それを逆に信じ込ませると、信じ込ませることで初めてその観客にメッセージ性っていうか、その虚構、初めてこの信じ込ませた上で初めてこれを多分すり込めると思ってる、おしいさんは。なるほど、はいはいはい、はい、メッセージを伝えるんじゃないんだよおしいさんは。あのパド2を見れば分かるんだけど、まあそうだね、メッセージをいかに観客に無意識化ですり込むのか、それが映画だって言ってるんだよね、うん、この長い長いそのね2時間ぐらいあるのよこれ。はぁ、長い、うん、2時間ぐらいあって、要するにやろうとしていることはこれ、はい、はい、え、じゃあ何のメッセージを刷り込んでるの、この映画の中で、はい、この映画、いや、この映画の中ではこれをやりたいっていうメッセージを刷り込んでる、メッセージ刷り込んでないね、これを表明してるんだよね、うん、なるほど、うん、なるほどね、はい、うん、だから正直、うん、トーキングヘッド、うん、お尻守るタイトルを挙げて、うん、この映画とは何か、うん、というわけでバンって出たら、うん、もう終わりでいいのよこれ。正直これで伝わると思う、ね、なるほど、うん、なるほど、これを分解していくと2時間かかる、2時間、うん、いるそれ、それいる。本当じゃん、本当にブログでいいじゃん、じゃあ。いらん、うん、あのそのスタッフとかの喋りとかもね、本当にブログでいいよね、うん、ツイッターでもいいんじゃない、うん、140字で収まっちゃう、うんうんうん、そうだね、文字の方が合ってるかもしれないね、あれは、うん、文字の方がいいね、うん、こんなかっこいいポスターまで作ったのに、うん、結局これ、うん、マジか、うん、だからまあ、刷り込みなんだよ、ね、うん、なるほどね、お尻をやろうとしてる、うん、これだけ言ってくれやいいよって、うん、俺はいいよっていう感じなんだけど、うん、これだけ言ってあのびっくりしたのがクレジ、最後のエンドロールのクレジットで照明手伝い、うん、泉谷茂って言ったんだけど、は、うん、出てる、そうそうそう、うん、そう、泉谷茂、マジか、うん、え、と思って、同姓同名かなみたいな、多分、うん、マジかのがあるよと、まあ、あとはまあちょっと制作はアニメ制作現場っていうところのそのなんていうか、辛いよっていうか、辛いよっていうか、うん、ゾンビになっちゃうよっていう、そう、非人道的なその職場であると、うん、そのブラック企業ではね、うん、もうブラック企業の最たるものがここにあると、うん、もう地獄だよこれ、うん、地獄の一丁目がここにあるっていうのを前画の中で描いてると思うんだけど、うん、まあそれを面白おかしく見せようとしてんのかな、実写でね、うん、うん、面白かった、あのね、面白くないね。あのね、うん、俺も面白くはない。2回見たけどね。2回見たあれ。でも、あのね、途中で寝る。うん、寝るね。寝るっていうか、あの、なんだろ、休憩がいるね。うん、30分おきぐらい。いや、10分おきかな。うん
まだまだ衝撃の映像体験が続く、その惜しい守る特集。トーキングヘッド以上ないんじゃないか。いや、フラグですか。地獄の番犬がいかに良かったか、ね、うん、そう、地獄の番犬は本当に見やすい。見やすいのあれで大変メガネなんか全然いいよ。我々のバロメーターみたいなのがどんどんぶっ壊れてきてる。赤いメガネ本当にね、うん、面白いよね。面白いのかよ。地獄の番犬は見やすいしね。見やすいしね。あれ面白いよね。あれでさ、あれであれ面白いよねって言ったらもう、パトレイバーとかどうなっちゃうのよ。もうメーター振り切れちゃってんじゃん。スカウト爆発してるし、多分。マジかよ。マジで。星井さん実際4人くらいいるんじゃねえの？4人、うん、4人って言う、だからそのエンタメちゃんと作る人と、作る星井と、うんうん、すげえな、星井さん、マジか。うんうん、トーキングヘッドはなんかね、セガサタンのね、すげえ B 級のなんかノベルゲームやってる気分で、ね、うん、ああ、こうどうなんだみたいな。グラフィックからすぎてわかんない。そう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 。うん、で登場する人物もすげえなんかうさんくさくてみたいな、うん、昔あったんだよね、なんかね、まあ、あの月の街に迷い込んじゃうってセガサタンのゲームがあって、うん、それに雰囲気が似ててね、うん、あれもねちょっと思い出せたらちょっとまた話しますわ。おしりさんでもゲーム好きらしいからね、うんうん、なんかあのねゲームのなんかさ探索物っぽい雰囲気ない、なんか、ああそうそう、あれ、ああでもいろんな人に話聞いてみてっていう、そう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 、ああなるほどね、あと舞台もそんな感じだよね、そう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 、懐かしいなと思って、ドゥルルって感じですよ。そうですね。あ、じゃあ意識してたのかもね。うん。ただ、まあ、面白くない。面白くないかな。面白くない。すごいね。いや、推しさんが作ってたから見るけど、うん、その辺の大学生が作ってたら見ない。うんうん、でしょうね、うん、おしいさんっていうバリューがあるから見る、うんうん、すげえな、おしいさん、いやすごいね、おしいさんこれ作ってまた仕事があんのがすごいわ、うんうん、これちょっとね、仕事させてもらえないでしょ、うんうん、もうないよ、うん、てかバンダイどうしたってなんでこれに金出すの、そう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 、うん、でもまあ好きなんだろうね、うん、でもおしいの映画論が詰まってます、ね、まあそう詰まってんだよね、だから推しファンにしたらもう本当に最高の映画で、哲学書なんだこれが、うん、映画っていうのはこうやって見るんだみたいな、だからそのなんだろう、謎解きというか、うんうん、推しさんの映画ってこういうふうに楽しめばいいんだなってことをちゃんと説明してくれる、うん、ああなるほど、トリセツじゃん、うん、トリセツではないんだよね、ないのか、うん、だからあのキャストがあの喋って、キャストってあの、スタッフが喋ってるところ分割して、うん、10分ぐらいにこう分割して、うん、徐々に細切れで見れば、うん、結構いいかもしれないね。うん、1台見るからダメなんだ、うん。そう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 、なんか、うん。うん。劇場では見れんな、ちょっとね。うん、なるほどね。毎日配信みたいな、うん。毎日配信ね。そう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 。うん、10分番組でしょ。うんうん、バンダイさんやったらいいんじゃない？トーキングヘッド10編集再編集10分間隔毎日投稿みたいな。毎日投稿毎日投稿。面白そう。でも面白いのは地獄の番犬よりこっちの方が再生回数あるんだよね。トーキングヘッドが2200回ぐらい再生回数があって、うんうん、さっきの地獄の番犬800ぐらい。じゃあみんな推しファンが何回も見てるんです多分これ。同じやつが何回も見てるんだよ多分、うんうん。私はまだちょっと得が足らず。うんうん、そのうちの 2,3 回俺です。いやだからあんたみたいな人が800人くらいいるんで、多分どっかには。でも俺 2,3 回見ても忘れちゃったからね。うん、だからみんな何回見る、何回見る。じゃあ何 ?1 人10回見てたとしたら、うん、2100回でも210人しか見てないってことか。そうだね。すげえな、この映画。地獄の番犬も何回も1人が見てるかもしれない。うん、まあね。そう考えると。最後のシーンだけ見たいがために。あすごいね、うん、マッドマックスとかはみんなが何回も見たいから見るけど、これは違うんだね、すげえごっかけられた少数の人が何回も見たいんだね、うん、イレーザーヘッドみたいな感じ、あ、イレーザーヘッド、うん、曲が毎回同じって、うん、そういうことか、トーキングヘッドオフ会やりたいかもしれない、なんだその深いの、もうなんか、あ、うん、メトダウンしてる、まあ、見たやつを探す、うん、そうだね、全国にどれだけいるかなっていう、ぜひちょっとちょっと今回再生回数気になるね。俺らの再生回数が気になるね。もうちょっとこれ、やばいな。
10回行ったらいいかあの本当にあの時のヘッドファンの人がいらっしゃったらちょっと DM ください、ね、DM ください、深いやりましょう、ちょっと、うん、説明をしてくれと説明希望の、はい、逆に解説をしてくれと説明ついに俺らで手に負えないものが上がったな、先かと思ったらついに手に負えないでも手に負え、俺ちゃんと説明、あ、まあ説明は、ね、あのね、うん、これ以上でもこれ以下でもない気がするんですよ、ね、あ、でそう、何、そう、まあ、要するにこれですよ、これ、うん、これ、うん、これをもう本当に詳しく分割をして、うん、脚本とは何か、うん、色とは何か、うん、音とは何かでやったらああなりますよってい っていう、まあそうだね、映像科の学生にでもちょっとね見てもらいましょうか誰ですか教本としてね、あ、じゃあちょっと、じゃあ俺元映像学科なんで、あ、じゃあ見てみますわ、うん、これが映画だぞとダメだよ世の中こればっかりだったら俺はもうじゃあさ、だってさ、おしりさん俺に一回授業してくれた時これ見せてくれりゃいいわけじゃんか、うん、でも見せないじゃんあの人、全員実見せるじゃん、うん、っていうことそういうことじゃん標本にはならなかった、標本にはならないでしょ、うん、何を思ってこれ作ったんだろうな作りたかったんだろうね、作りたかったんだろうね、語りたかったんでしょうね、世紀末も近いし、そろそろパトレーバー目あるしっつって、あ、でもなんかね、さっき言ったけどなんか激痛の前かな、これ、うん、そうそう、激痛をなんだろう、作ってねって代わりにこれを作らせてもらったから、うん、よっぽどやりたかったんだよね、うん、うん、激痛作る代わりにこれ作らせてもらったから、うん、女子よっぽどだ、うん、でも激痛はあんなに出しちゃったのに、うん、出しちゃったのに激痛なんか全然あのエンタメだよね、ドエンタメドエンタメってどういうことだよドエンタメだよ、あれドエンタメってどういう、激痛はエンタメの王道でしょもう違うよ、あれ違うよ絶対に、あれも第3のエンタメだよ、麦とホップですあれも激はもうアンパンマン的なもん、結果的な誰でも楽しめる、まあまあそれはいいけど、うん、そう、ね、すごいね、なるほどね、うん、もうちょっとこの地獄から早く抜けたいね、次広告でしょ、次広告よかった広告の次は何かなっつって、いや、あの前からこの話したんですけど、うん、あのそろそろちょっと体調的にどうですか、うん、あの最近ちょっとなんか取りつかれてる雰囲気があるじゃないですか、うん、あ、ちょっと推しを摂取しすぎて、うん、だってさっき俺に怒ってたじゃんお前地獄の番組、いやだからっつって、人格が人格が変わってきてるよ、どうしたんだろう出会った頃の君に戻ってすごいな、シーゴーストがちょっとだんだんね、うん、インストールされてきちゃってるからね、はい、でも大丈夫だよ、大丈夫、まだトーキングヘッドまでは止まらなかったからね大丈夫だよ、そうだね、これが分かるって言い出したらもう俺らどう手で対処していいか分かんなかった、最後の取りで、うん、まあ、あと次工学やって、うん、イノセンスやって、うん、区切りにする感じ、いやいやとかアバロンみたいな、やろうって言ったらまあいろいろあるよね、人狼とかね、それこそケロベスサーガで言ったら、まあ、人狼外せんだろうし、まあそうだな、うん、まあアバロンもね実写で言ったら外せんだろうし、うん、まあイノセンスも、まあ、スカイクローラとかね、うん、いろいろあるよね、クギーが分からないよこの企画おしりさん結構作品が多いんだよ、そう多い、意外と多作なんだよね、うん、でこの頃とか毎年映画で出してるの、うん、すごいよね、すごい、うん、単純にすごいよね、うん、これだけのことやらかしておきながら、うん、でパト2であのクオリティを出すんだよね、うん、素晴らしい体力だね、バイタリティはすごいね、だから常に 2,3 本同時で作ってるよね、うん、絶対、うん、でこのこれでしょ、これでしょ、うん、でそれで千葉茂が代わりに過労しちゃったんでしょ、なんかこの時、うん、は千葉茂この時も死にかけちゃったらしくて、なんでやねん脚本、自分の劇団の脚本もやってるし、あ、音響監督もやってるし、この、まあ、こう C さん関係もあるから、うん、なんか一時期もうこれじゃ働くと医者から死ねよって言われて、それぐらい本当に寝る間も惜しんで働いてたらしいですよ、へえ、うん、千葉さんすげえな、うん、そこまでしておしりさんに付き合ってくれるんだ、ね、そうめっちゃハマってんだな、うん、まあそれだと、まあ、なら私になりますわ、うん、一心同体、うん、
そういうことですね。激痛の時もあれだよね、あの竹中直って言ったじゃん、出てたね、うん、なんかすごい意気投合したらしいね、なんかどっかで見たけど、ああ、うん、なんか書いてあったね、うん、へえそうなんだと思って、うん、全く接点がなそうに見えるけどと思って、うん、竹中さんはね、うん、意外に出てくれるよね、ああいうなんかサブカルト、うん、音楽も出てたよね、竹中さん、うん、ああそうだね、竹中さんはもうアングラ大好きだもん、うんうんこれはアングラなのかどうかわかんないけど、いやアンのグラでしょ、アン、アン、アングラじゃない、アンダーすぎるだろって、うん、そうだね、三冠、うん、でもやらねえなって、深海にいるから、深海にいる深海で誠を語る男なんだねこいつ、ディープウェブみたいな、ディープウェブダークウェブ、うん、なるほどね、ちょっとこれは手を出したらあかんかったやつだね、うん、びっくりしたしみじみしみじみ驚いちゃった驚いちゃったまだ驚かされるのかいやまだまだ衝撃の映画体験が続く押井守る解説次回は次回第9弾第10弾記念すべき第10弾は広角機動隊です、一番有名なやつです、ビルボードに乗ったやつです、そうだね、あの教え特集やるって言ってさ、うん、広角やるって言ったら普通1個目か2個目だよね、うん、10個目にやるこのガチさよ、遠かったな、うん、ここまでがためにためて、うん、そう、もう広角を10個目にやるっていう私たちの本気をね、覚悟だけでも認めてほしい、認めてほしい、あ全くその通りだと思いますよ、ね、これをやったことの気概に、うんうん、そう、うん、でもあれだよ、意外にテンションの卵伸びてるからね、うんうん、いやあの本当にあのなんだろ、僕らの思想は認めなくていいけど、この熱情だけはちょっと、うん、三島じゃないけど、熱情だけは信じてほしい、うん、信じてほしい、うん、はい、俺、うん、そうだよ、うん、俺だって心にずっと引っかかってたの、推しのことが俺一回会ってるのに、分かってないこのおじいちゃんのことだと思って、うん、今だったら聞きたいこといっぱいあったのね、あるね、うん、でも、これ話したっけ、その時の授業、夏休み中にやったんだよ、うんうん、特別講義みたいな感じで、うん、人4人ぐらいしかなかったからね、えマジで、俺と友達とあと2人ぐらいだった、アニメーター志望の、マジ、うん、あの推し守に会えるのにっつって言って、うん、でまあ電子室見せるからまあそういうことかと思うけどこんな授業、うん、いやーすごい、4人か4人4人か5人ぐらいだったもん、じゃあもうなんか独占じゃないですか、本当本当に独壇場で、うん、でも近づいていいものなんか分かんないから、うん、俺結構遠くの席にいたもん、うん、徐々に近づいてって、うん徐々に徐々に、なんなんだ俺はと思って、もう今言ったら最前列になる、うん最前列俺ら4人こうやっているよ前のめり前のめりそれどころか俺らちょっと終わった後もちょっと、うん、あのトーキングヘッドトーキングヘッド教えてくださいちょっと質問ちょっとリストに出して、うん、ちょっとみんなで書きまとめて、そばで食べたもんちょっとこの後一緒にちょっとそばでも食べたもんそばでもぜひそういう機会があればそうだね、俺今一番会いたい人推し、あの推しさんかもしれないすげえ推しさん、うん、ということで、来週は広角機動隊ですね、はい、で、漫画山も広角機動隊です、はい、で、ビートルズですね、ビートルズ次はフォアセールですね、はい、はい、ということで来週もまた楽しみにしていてください、はい、アスタラビスタベイベー